やっぱちょっと出だしのところのディフェンスでちょっとソフトに入ってしまったりとか、チームルールも全然守れなくて、最初の9点ですかね、タイムアウト取るまでにやられた得点っていうのは、全部自分たちのそのミスというか、エナジーのなさとか、ところから入ってしまったんで、今日みたいなゲームになってしまったんで、やっぱりああやって昨日しっかりとしたうちのバスケットができたゲームの次に相手がこうやってくるのも十分分かっていることだし、それ以上にやっぱりやれるようなメンタルだったり、準備だったりっていうのが、今日はできなかったのかなっていうところなんで、チャンピオンシップ勝っていくためには2試合連続で勝たなきゃいけないんで。今日その反省をしっかりして、次またつなげていければいいかなと思います。はい。そうですね。その9点っていうのが結構その後に大きく、ずるずるっていう感じになってしまったり、ちょっとゲーム展開がこう、ダラダラした感じになってしまったというか、そういうふうにしてしまったのは、自分たちのその昨日、なんていうんですかね。しっかりとしたディフェンスで入っていけなかった分がそこに来たと思うんで、特に昨日と、相手も変わってないというか、アタックする気持ちはありましたけど、変わってないところを自分たちがちょっと後手踏んでしまったっていうところから、崩れたのかなっていうのはありますけど。そこでハーフタイムを挟んで、後半に向けてはどのようなことを指示して、守備に関してはどのようなことを指示したのか。守備はそうですね、その強度を上げるっていうところですかね、ちょっと選手ももやもやしながら、前半やってた感じがあって、オフェンスもちょっとすっきりしない感じで、やってて、だからシュートも入んなかったですしっていうのがあったんで、あんまりこういろんなところと戦ってもしょうがないっていうのもあるし、僕らはそのバスケットボールをやってるわけで。うちのそのいいところっていうのをまたこの20分、さっきその前半20分はできなかった分、残り20分でやろうっていう話は、しましたけど。後半の20分の安西監督の中でも、途中までは良かったと思います。5点差ぐらいまでいって、もうちょっと、だからそこでの判断だったり、とかっていうのプラス、もちろんマブンガ選手の、個人の能力というのはすごい高くて、やっぱり決定力もすごいあったんで、そこを整地つけたりとかしましたけど、そこのタイミングもちょっと遅かったかなっていうのは、僕の戦術的にはありますけど、はい、でもしっかりやってくれたと思います。最後に思うんですが、攻撃の面でちょっとゾーンディフェンスに苦しんだ場面があったかなと思うんですが、そこに関してはどういうふうに判断とかですかね、オープンシュートは結構作れたと思うんですけど、そこで打たないで難しいシュートにしたりとか、気持ち的なそのすっきりしてない部分がちょっとそういうプレーにも結構出てたかなっていうのはあるんで、そこで攻めあぐねたっていうのはあんまり感じてはなくて、入るか入らないかっていうのは正直、60試合やってればさっきの話ですけど、入らない試合ももちろんあるんで、そういう時にどうするかっていうのは今後の反省かなっていうのは思いますけど。はい。ありがとうございます。